じゃあ今回もお絵描き診断テストの続きをやっていきたいと思います。問題31からだよね。次演劇ってやつ、遊び方知ってるよ。もう3回目よ。大好きな演劇を一人で見に来た。座りたい席を一つだけ塗って。これ劇見るところってこれ段なってんのかな。段なってないんならこういう席が一番いいんだよね。映画って1列目があって2列目みたいな。多分これ見る的になんか多分ここら辺のとこが一番いいんじゃないかな。ここ塗りづれえな、おいはみ出ちゃってるよ体が。はい、どこに座ったかであなたのコミュ力が分かります。真ん中の方、とにかく自分から攻める。真ん中の方、あ、前の方か。真ん中の方、世渡り上手。通路側、人見知りしがち。後ろの方、話好きだけど臆病。これどうだ、真ん中の方かな。世渡り上手らしい。子猫を発見。その時あなたはどんな顔してる自分の顔をどんな顔してるシリーズ好きだな。なんかもうすごくこう、なんか別にそんな動物好きじゃないからこういう顔してると思う。多分ふんふーんみたいな、ふーんって顔してる多分。ふーんって、これはあなたの、この顔はあなたが恋人の前でのみ見せる表情です表情ねえんだけど、みんなの顔で、あの前で見せてると思うよこの顔。道を描いてみて。曲がりくねった道描くか。じゃあまるで川のようなこの曲線じゃない。こう木とか立てて、クリスマスツリーみたいな木立てとか。これ木かこれなんかわかんないけど、あれ、ここにこう日差しを描いて、これでいいんじゃない。もう一個聞かくか。なんか寂しいね、って書いてある。よくないこれ。なんかわかんないけど、なんか動物書いとくかなんかよくなんか下手くそな絵を描く人、動物みたいな尻尾があってうまーって書いとくか。うま道を描いてみて、どうだ、あなたが恐れているものがわかる。ほうほう、一本道を、読みづれえなこの太陽のせいで。一本道を書いた、指摘や注意。別れ道を書いた、仕事の責任。人も書いた、孤独や失敗。文字で書いた、環境の変化。環境の変化なのかな。一本道じゃないしね、別れ道でもないから。なんだこれ、特殊事例。おにぎりの絵と友達の名前を書いてみて。おにぎりの絵、おにぎりの絵って難しくね。おにぎり、三角おにぎり、あのフィルムってどう書いていいのか分かんない。ここにシーチキン、文字で分からせるシリーズたくそすぎるだこれおにぎりって書いたって分かんない。友達の名前、たかしくん。この人との友情度分かります。三角形型、友情度 80% の良きライバル。丸型は友情度 100% ずっともだぜ。俵型、友情度マイナス 200% 経営の中。あ、そうなんだ。でもたかし友達にいねえんだよな。ビールジョッキーにビールを書いてみて。あーっとね、こもこもこした泡がもう こんなになっとるわけよ。こうなっとるわけよ。でこうなんかシュワシュワシュワってなってる。ビールを書いてみて。もういいんじゃない下手くそだな。他人といる時であなたがわかります。アーが少ない。表よりはない性格。アーが溢れている。超八方美人。アーがない。なるべく静かでいたい。俺、八方美人かもしんないじゃん。泡出てるもん、上から。これ、泡なのか、これ。自分へのご褒美に素敵なグラスを買うことにしました。どんなグラスか書いてみて。どんなグラス？あー、でも俺が欲しいのは、こういう、丼みてえな、なんか。あの、俺、魔法瓶欲しいんだよな、今。だからこれ、こうやってて、サーモス。なんか毎回サーモスが欲しいっつってるような気がする。サーモス、これお茶碗だよな単純に。これでいこう。グラスの形であなたが何で人を引きつけるか分かります。ほう、ワイングラス仕事で引きつける。細長い形センスで引きつける。丸型慈愛心で引きつける。取っ手付き珍しさで引きつけるどれだサーモスどれだ。グラスじゃないかサーモスって。そもそもどうなのかな、センスで引きつける感じかね。
この電車でどの辺にいたいか印をつけて、ああこれ座席ね、これで、でここにポールがあると。俺ここ好きだよ、ここ、この位置、この位置、ここ好き、まあ、大抵座ってるからね、これのこうやって。あなたが望んでいる立ち位置が分かります。ほう、可動席誰からも慕われたい。可動席の1個横で、右腕的存在を望む。ドアの横、基本的に第三者でいたい。他周りの人と同じ環境でいたい。基本的に第三者でいたいらしい。関わりたくない。もう陰キャなのバレんだろ。異性の友達からこう来たらなんて返す。気になるあの人こんな名前つける。今日出かけるけど一緒に来る。え、もうだるいでしょ、こんなだるいだるいその反応はあなたがあの世からお迎え来るときに言う言葉です。だるい、それは死ぬんだからだるいだろいや、あの世からのお迎えで今日出かけるけど一緒に来るって感じで行く感じなの、そのあの世って。大ヒット中の長編映画を見たよ。上映終了後のあなたはどんな顔、どんな顔、どんな顔。もうなんかもうこう目を見開いて、目を見開いてもうすごいよ。もう楽しかったぜって顔してこ、楽しかったぜ、楽しかったぜって顔してこ。満足していましたか。恋人とのデートが終わった後の顔ですめっちゃ喋るし楽しそうやん、いいやん。よっぽど面白かったやろな、 デート。心理テストどうですか。うんこ。壁の向こうから何か聞こえる。どんな音がした。いや、やっぱ壁ドンでしょ。ドンドンなドンこれ怖いな、これ若干ワンピースっぽいし。丸々しちゃう。この結果 CM の後で。 CM の後か。さ、 CM の後丸々しちゃう。結果を見る。この時あなたは性的に興奮しちゃいます。壁ドンされると性的に、やべえこれ興奁するわってなんのか。どういう性癖の人。自宅で充電するときどこに挿す。いや、こんなコンセントがある状況ないよ、なかなか。あのマルチタップがないと。これだってこの形状だったらさ、こことかにやると横が使えなくなるわけじゃん。ここでしょ。あなたの気配り度が分かります。ほう、右が自然に気配りができている。あ、やった、そうらしい。左が気配りができてるつもり。真ん中基本大雑把で自己中。やっぱ出ちゃったな、これ人の良さにじみ出る。このタップの位置で桃の絵を描いてみて。桃の絵って、なんか桃の絵って前も描いたような気がしない。なんか、え、桃の絵ってどうあ、そっか、これをつければ桃っぽくなるなんだこれこれなんだこれ、ここよしよし、字でごまかせ。桃これ3000年前の桃の描き方ぐらいは多分こんな感じじゃない。すぐそれに変換する。スライム型桃を描いた人は何でもエロに変換できる脳を持っています。丸い桃ならまさに、え、じゃあさ、なん、小に真面目、缶詰ならむっつりスケベ。丸い桃でしょ、真面目。空を見上げたら雲が一つ飛んでいたよ。どんな形の雲だった。雲が一つ飛んでたよ。普通にこれでしょ、黙々でバーンって感じ雨雲的な。だから黒くいくか。雨雲が一つ飛んでてもうバーンなってる。雷出すぎだろ。あなたがどんな人と付き合いたいか分かります。ほう、小さな雲、浮気をしない人、細長い雲、顔が綺麗な人、大きな雲、怒らない人、その他危なそうな危なそうな人じゃない。大きな雲ではあるけど雨雲だし、なおかつ雷出てるから危なそうな人が好きなのかも。なかなか懐かない犬に遊ぼうと誘うときは何というなんていうか懐かない犬でしょ。遊ぶ飼いどういうことうまく誘えましたか。あなた、ちょっとその時の言葉
俺と遊ぶかい。どういう人なのこの人。俺自分で自分が怖いよ、こんな誘い方したら。問題45、この覗き穴の向こうには何が見える。何が見える。いや、覗いた先にはあれでしょ、相手もまたお前を覗いていたでしょ。俺瞳好きだな。めっちゃまつげ出てる。それはあなたの〇〇、あなたが常に考えているものを表しています。え？俺精神的に病んでる、もしかして。